祈りを捧げるマグダラのマリや祈りとは宗教によって意味が異なるが世界の安寧や他者への思いを願い込めること利他の精神自分の中の神とつながること神など神格化されたものに対して何かの実現を願うこと神の定理は各宗教による祈祷、祈願とも言う儀式を通して行う場合は礼拝とも言う祈りは 最も基本的な宗教行為や民間信仰の一つである。申請する対象に何らかの実現を行う行動で、その内容は対象との意思疎通を図ろうとするものや、病気の回復、または他人の身に良いことが起こるようになど、祈る人の状況や習慣などで多岐にわたる。神に対して自分の考えや思いを表現することは、告白やお礼参りという、外形的には、 祈祷者の独白ないし語りかけ、または黙祷という形をとることがある。また、名目、平服、合唱あるいは行進などの身体動作、姿勢や舞、踊りなどが伴う場合もある。祈りは個人また集団で行われ、具体的に供物などの、げるものを添える場合もある。その様式や理念は宗教によって様々に定義されているものの、曖昧な部分もあり、 包括的に表現することは難しい。そして、教義や教則、またそれらを含めた教典や教本を持つ宗教に、限らずそれ以前に、世界中の古代文明において発生したシャーマニズムや、それへ信仰や、自然崇拝、精霊崇拝アニミズムの日や流れ星に至るまで、対象が漠然としたものに対する感謝などの、意思の表明や、 表現や現象に対しての活動でも同語が用いられ、一概に祈りというものが特定宗教における価値観念とは別のより根源的な欲求に基づいた人間の活動様式であることも見て取れる。その対象も時と場所や個人の思想によって様々であるが、祈りという活動は人間の社会において普遍的である。以下、各宗教における祈りについてもべる。 キリスト教において、祈りは信仰生活の中心をなす宗教行為の一つである。その形は、賛美、感謝、嘆願、取りなし、成長、開会と多様であって、これらの組み合わせが一般的に祈りと言われる。他教の祈りと根本的に異なるのは、まず神の言葉を聞いて、それに基づいて祈ることが肝心で、単に自分の願いを披露するのではなく、 自身の信仰に基づいた決意表明という点である。その意味で祈りと聖書を読むこととはクリスチャン生涯では一体的ないとみとされる。祈りは神に、また教派によっては神の母、マリアをはじめとする聖人に対して捧げられる。プロテスタント諸教会ではマリアあるいは聖人への祈りを偶像崇拝として排除している。祈祷の意義。 編集キリスト教における祈祷は神への賛美を本来的な形とする。祈願、罪の告白等も究極にはそれによって神の栄光が表されることを願うのであり、現世利益は本来的なキリスト教の信仰が追求するものではない。祈りの意義の最大のものは永遠なる神との人格的な交わりにあるとされる。また、絶えず祈ることが キリスト教では奨励されている。天使たちは神への賛美を耐えることなく行っていると信じられている。これが公的な礼拝にしばしば参加すること、私的な祈祷をしばしば行うこととも返され、修道士たちが根津の番を交代でしながら24時間、祈祷を行う、不審修道院を生むに至った。一方、祈りを霊が神に向かうことと返すると、言語化されない祈りという観点が生じる。 中世の聖教会では、祈りの文言を理解せずに祈る。祈りの文言を理解して祈る。祈りを口にすることを待たず、すべての行為が祈りとなっている状態の三つの祈りの形が考えられた。第三の状態を祈らずして祈るといい。ヘシカズムではこれを重視し、そこに至るの段階として、短い祈りを絶えず、繰り返す、イーススの祈りを奨励する。イーススの祈りも、 参照祈りは、信者の意思的、能動的行為である一方、神学的にはすでに神の力を得てその恩寵のもとに行われていると考えられる。パウロ書簡には、祈りにおいて言語化されない思いを神の霊が、埋めきによって表すとの考えが表明されている。祈り、特に公的な祈りは神への奉仕と考えられているが、一方で、キリスト教には、神は、 人間の奉仕を必要としないという考えがある。また、ユダヤ教さらには、その発展であるキリスト教では、一体に、神は、人間の隠れた思いをすべて知っているという観念があり、従って、祈りが行われずとも、神は、人間の思いをすでに知っている。したがって、祈りは、本来的に人間の側にとって、意義を持つ行為であるとも言えないことはないが、しかし、神は、 人間が己に立ち返って、神と交わることを喜ぶとされる。かつ祈りによって人間は神に近づき、神との絆さらには共に祈る者としての他の、人間との絆を更新することができると考えられている。形式、編集クリスチャンの祈りに形式があるとするならば、それは、キリストの御名によって祈るということである。それは、罪ある人が、聖なる神に近づくためには、 キリストの十字架上の死を通しての未可能であるという理解がある。祈祷の主体に着目すると、集団での公的な礼拝行為と、私的な個人内し集団での祈祷に分かれる。祈祷の内容に注目すると、定まった祈祷文を用いるものと、個人の自由で自発的な祈祷に任せるものがある。伝統的教会は、定まった祈祷文を用いることを奨励し、 プロテスタント教会では自由義祷を奨励する傾向がある。定まった祈祷文は各教団、教派ごとに異なる。教派でその内容、文言を精査した上で認可を与え、信者にこれを奨励する。教派を超えて用いられる祈祷文には主の祈り、各種の信条がある。伝統的教会は古代から中世初期に起源を持ついくつかの祈祷文を共有しているが、 東西教会の分裂以降制定され、従って特定教派にのみ行われる祈祷文も数多い。また同じ祈祷文を用いることがあっても、それを用いる状況、時節等の定めをことにすることもしばしば見られる。定まった祈祷文を収録した本を祈祷書という、公的な礼拝を天礼、方針礼等と呼ぶ。これはギリシア語ではライトルギアと呼ばれ、 人々の仕事を原義とする。一般に公的な礼拝はあらかじめ定められた形式、祈祷の文言に則っ,って行われ、しばしば総額や歌唱を伴う。ミサ、生体礼儀はこのような天礼の代表的なものである。伝統的教会における天礼には時刻を決めて行われるものがあり、これを自当、自家等と称する。自当の習慣は ユダヤ教から受け継がれたもので、修道院で発達し、1日に9回、内し8回の祈祷を行うのを基本の形とする。伝統的教会には、キリスト教本来の祈祷は、このような集団があらかじめ定められた形式での祈祷であるとする見解がある。これに対して、プロテスタントをはじめ、個人の祈祷を重視する立場がある。祈祷は、声に出して行われることもあれば、 目視で行われることもあり得る。歌唱を伴うものを聖歌賛美歌等と呼ぶ。東方教会では基本的にすべての祈祷は歌唱を本来の形とする。他者に神の恩寵が施されることを願う祈りを第九、りなしの祈りという伝統的教会における聖人への祈願は基本的に聖人に神への第九を願う祈りである。 プロテスタントは一般には聖人への祈りを否定している。還元項目、編集仏教では、二つの力で、病気や災難から助けてもらえるように僧侶が家事を行う宗派がある。また、個人的に、ガをかけるということを行う。神道、特に古神道において、神は曖昧であり、神にも日本神話の御事とされる人格神をはじめとし民間信仰の神や、忘れ去られて、 詳細のわからない神としての、びと神やより神など埋挙に暇なく存在し、神、御事だけでなく命、魂、霊、精霊、御霊と、その表現も意味合いも様々である。そのため神事はそれ自体が祈願であり、その方法論や祈りをもたらすことに関わる人の役割は多岐にわたる。神道において、祈りとは神事であり、祭り祭り盾祭りや神殿、 社や日、塚の混流などを含め、分類すれば、以下のようになるが、各々重複する部分もある。人の営みや自然環境としての神への祈り、編集神々と人の交流としての祈り、個人的な神への祈り、自然崇拝、編集神道の始まりは、ひもろぎや岩倉信仰であり、自然環境の変わり目にある特徴的な部分を神の、宿るものや神域につながる場所と考え、 宝城をもたらすものとして祈り信仰した。また現在にもそれらは残り、境内の神木や霊石や神樹の森、神社と離れた場所にある霊宝富士や、メオト岩やケゴ滝など、何かを祈る対象として、信仰を集めている。一方でこの神域である部分を、結界や禁足地としている風習や習慣もあり、普段は遮断しているが特定の日に、神事や祭りとして、 祈りを、捧げ、結果を時神を招くという行いもする。これらが古代から遺跡などで発掘される神殿と結びつき、神社神道の社へと変化した。また、そのまま民間信仰として、もともとあった気象現象や食べ物として食された生き物や、皇室神道にある三種の神器などの道具の身体としての考えが広がり、人工物に対しても祈るようになった。 具体的には、水田などに落ちた雷の場所は青竹としめ縄で、囲い五穀豊穣を祈り、クジラ好きで命を落としたクジラを、祭りやクジラ塚やクジラバカによって、慰霊し、感謝の祈りを捧げている。包丁塚や人形塚などの道具塚や張り区用、または、妖怪とも言われる付け送信も大事にすれば、幸福をもたらすとして、様々な形で祈られている。 これら神羅万章に対する感謝が人の営みにまで広がり、制業としての勤しみにまで神が宿ると考え、またぎや稲作信仰などの農林水産業だけでなく、丹や、たたらや醸造、酒造や建築、土木には職業としての神事があり、現在でも神棚を備え皇帝の節目では、独自の作法や儀式によって祈りを捧げている。神事。 編集神社神道においての祈りとは、府であり、神なぎでもあるが、古神道では憑依もなく神職でないものでも、神なぎは行われる。端的に言えば、府は憑依することにより神に寄り添う行為であり、神事、神託でもある。このことが、神職を制御とする神主や御子が、ノリとやかぐらを日常とするゆえんであると言える。民間信仰では、庶民が、岩倉や、 祠や塚や同窓神や、地蔵や、日の出や時として自由に手を合わせたり、お供え物を放げる日常が神奈、神ん祈りであると言える。そして、時代の変遷とともに、神職や庶民でない芸能に携わる者の,の芸である、大神学や、能学や、曲芸や、お笑いなども、神事や、神んとされ、一般的な地域振興や不信としてのいわゆる、お祭りや興行においても、福を、 福娘や弓矢の神事の意見に選ばれた者や皇室神道での奉納という神事であった大相撲の力士も、ふとして神職の意味を持ち、その他の民間神道と共に現在に息づいている。現在の神社神道、編集神社神道における参拝の作法、編集神道においては、神への日常的な祈りは拝むと形容されることが多く、参拝や礼拝が行われる。 この際、お辞儀をして、拍手を打つ二杯に拍手一杯を行うことが最も一般的である。時には神前への玉串杯礼などが行われる。改まって、利益や加護を願う場合は、祈祷、祈願などを行い、その際は神職による、乗り戸の創乗や払いなどが行われる。祈願記念、編集五国法上、大量追復、商売繁盛、家内安全、無病息災、 安寧長寿、夫婦円満、子孫繁栄、祖先崇拝、部落万民、天下太平の娼婦祈願、役よけ記念や、腹行き嫁や、晴れ、天気ではなくあっぱれや晴れ晴れとした気持ちの、晴れを指すにまつわることなど多岐にわたる。具体的なものとしては、参拝だけでなく、祭礼や、縁日や、地などの神社の参道や、境内や、鳥居前町において行われる歴史的、 文化的な祭りも祈願である。祈願記念のために行われる行為。占い、演技、編集古くは卑弥呼に始まり、祈祷による占いは神との交信による予言や予見であり、その運命の結果に基づき性が行われ祈祷するものはお告げによって失政してきた歴史がある。これは平安時代には、 道教の恩を五行思想と結びついた神職による恩苗師としての台頭と姿勢があり、江戸時代には庶民の自治がより顕著になり、その中心に自社があったので、不信としての祭りが行われた。この祭りや神事も古代から続く、吉光占いや年始年末の自然現象の結果や弓矢の神事による的の当たり外れで、その年の吉郷を占い、 生としての自治に反映された。このように占いは、縁起ともいい、基本的には、神が人に降りた、結果の当たり外れで運命の啓事であると考えられた。また、それをもたらすものは、巫女や神職だけでなく、祭りなどで選ばれた、福男や生ハゲなどの縁者、力士など神の寄り台になった人も縁起に関わる筆、あるといえ、勝敗や、 当たり外れをもってその時同期の占いの結果として指針とした。この占うという神に祈った結果の予見や予言を簡略化したものが神社にあるおみくじであり、その他庶民の間でも運試しや弦を担ぐための行いも縁起行為とされた。具体的には自節による需要競争の目的で長寿や薬事効果を期待して食す行為も健康祈願であり、 それらのものは縁起物と呼ばれ、霊言あらたかであると考えられ、そのいわれは仏教、密教、ヒンドゥー教などのインド文化を起源とするものや五ックや二十四石器など中華文明の風俗習慣を起源に持つものも存在し、それらが日本古来の神道と混然一体となっているものもある。詳細は縁起物を参照イスラム教では、 ユダヤ教やキリスト教と同様に、偶像崇拝が厳格に禁止されているため、イスラム教の聖地であるサウジアラビアのメッカに向いた所定の方角にひれ伏すことで行われる。これは一種の生活習慣的な位置づけもあり、毎日決まった時間に祈りが捧げられる。礼拝をするための専用の絨毯もあり、特に方角を重視することから、方位自身も利用されることもある。また、 イスラム教において、信徒が頭をひれ伏す対象は、イスラム教の神であるアラーフのみであるとされ、アラーフではない人間に対して、頭をひれ伏してはならないとされている。賛成堂霊界申告後時点、祈るの子一、三賛成礼霊界申告後時点、祈願及び、祈祷の子を、カールバルト、祈り、PP4 から5助言より、 ISBN 9長7844億54万1622自由国民者世界の宗教と教典 p 五57から58キリスト教の行事中間より新約聖書ローマ人への手紙12章12節など新約聖書ローマ人への手紙8章26から27節、賛成堂霊界申告語辞典カジノコ、賛成堂霊界申告語辞典 願掛けの子ありがとうございます。